こんにちは、ネコビットの河津です。今日は表面実装の基板を実装するときに使う、アンダーペーストプリンターというんですかね、これをですね、の使い方を、ざっくりと紹介していきます。まずですね、この基板があります。で、それと、ステンシルというですね、このハンダ付けをする部品のところに穴が開いた板ですね。 PCB を注文するときに一緒に注文できるステンシルという板です。で、簡単に言うと、この枠を上に乗せて、この下に基板を置いて、上からハンダをですね塗って、で、これを取るとハンダが上に乗っていると、必要なところにハンダが乗ってるようになるっていう、で、それをきちんと固定して、スピーディーにやるためのものがこのハンダプリンターというものですね。で、まずはどうするかっていうと、ここに置いて固定して、この板をここに固定して、で、この棒をこう下ろしてやる感じなので、ざっくりとですね、位置決めを最初にしちゃいますね。まず軽く仮で固定して、はい、固定をして、それに合わせて、だいたいですね、場所が合うようにまず移動します。ここはですね、完璧じゃなくていいので、だいたいですね、合うように調整します。はい、ざっくり合いました。で、そしたらですね、はい、ちょっと一回これを取りますね。はい、せっかくつけたけど一回取ります、見えないので。はい、そしたら、ここに使わない、もう、前失敗した基板とか古いバージョンとかの基板があるので、これで、これのプリントする基板をちょうどいい位置に来るように、ただこの時点では厳密に合わせなくても調整ができるので、大体ですね、固定していきます。はい、で、一辺だけは、これ他のやつはですね、結構ぴったり動かないようにするんですけど、もう一辺だけこうパカッと開くように、取り出すときにこうやって取り出せるので、はい、そしたらもう一回これをつけて、ちゃんと位置調整をします。ちょっとですね、ちゃんとつけた後でも実はちょっとガタがあってですね、動いたりするので、あんまり細かいことを気にしなくても、やるときにですね、ちゃんとずれないように確認しながらやれば良いと思います。で、この浮きですね、浮きが一番の大敵で、これがあると非常にうまくいかないので、これがなるべくうまくいくようにですね、このストッパーを使って高さもちゃんと調節します。本当はこれ一番最初にやるんですけどね。これで高さをしっかりと合わせておきましょう。ハンダを使うので、僕は鉛ハンダを使っているので、
ちゃんと手袋つけましょう。結構ね、つくので、あまり肌から吸収したりしたくないですからね、するのか知りませんけど。で、パンダ。これはヘラ。これはこれが、スキージですね。で、このヘラで、まあ普通にですね、ここに、パンダペーストを、出して。ちなみに、これ穴が2つ、2つ分あるんですけれども、ちょっと、この、ステンシル自体がですね、ちょっともう古いやつでですね、ちょっと今の設計と合わないので、一個ずつプリントするために、こっちの手前側にはテープ貼って今穴塞いじゃってます。ちょっと残りが少ないですね。うまくできるといいんですけども、大丈夫かな。はい。そしたら、もうあと、穴をですね、ちゃんと、押さえて、こうやってニューッとスキージを使って押さえつけて、で、行きはこうヘラをグニャーンと押さえつけるようにして、帰りはちょっとスキージを立てて細毛取るようにしてやってあげると良い感じだと思います。はい、終わったらあげます。ほいっと、で、取ります。はい。こんな感じです。はい。ちょっとまだ、塗り切れてないところもありますけど、一応こんくらいちゃんと、乗ってれば、ミスることは多分ないんじゃないかなと思います。はい、多分ね。で、まあ、これで、どんどん、新しいやつを、次。ね、はい、1回目。帰りは立てて、起こして、はい、取ります。うん、あ、こんな感じですね。で、どんどん、やっていくと、まとめて素早く、これを人力でやろうとすると注射器、シリンジを使ってちまちまやっていくことになるので、これのですね、時間が多分10倍、20倍かかると思うので、このハンダプリンター自体は、アリエクスプレスで、送料込みで1万ちょっとぐらいだったと思います、確か。で、これのステンシル自体は、まあ、このサイズが結構でかいので、2000円とか3000円とかそんなもんだったと思いますけど、今のプリント時間がものすごく、手に比べて早いっていうことを考えると、そんなに高くもないかなと思います。なんで、よかったらチャレンジしてみてください。では、ありがとうございました。